こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でイコです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアーをお送りいたします。今回は3位アスカリア奈良です。2連勝してるはず。さあ、このアスカリア奈良です。昨年 N2 なんで比較的まだ楽な相手言えると思います。実選手データみたいな、ルーシーザキ、キツは強い、キーパーロアーはないでしょうけど、サシオホネツって昨年7位だった。スクワダガは昨年2位ということで、初めての脅威ってことになります。では行きましょう。公式戦ヤンの初試合です。ここ2本入れます。強いんですよね。勝率はこちらだと初の方です。アスカリアなら上がってきたばかりですからね。いつか、ただ結構まあ油断できないチームかもしれない。今度はチャンス、次にマロカ、バーに嫌われた。まだチャンスあります。クルビール先取点、でもこの二の矢には耐えられない。このバー、切られたが、それでも気を抜く、気が抜けず、クルミが切れました。うまくつなぎましたね。そのスピードはなかなか速いな、スタッフ。ロングイスル。さあ、ヤン初公式戦。ちょっとこれは厳しい。無理だね。だから、ここで取り返せば。ん？いや、当たったよな。もったいない。戻った。ピーチ、あわ、あった、同点に追いつかれました。完全に悪いパターンだ。まどかですよね、先輩は。一つのプレーが大事だってことが分かります。1対1、うわー、右に添えてしまった。
とリズムにかける感じがすごい最高な時間これをトライしてしまいます。おっと、まあ、ほとんど時間ないのでこれでそうか前半終了ですね。懲罰ですねこれ。変えましょう。あとイアンも疲れてるな。変えてもいいでしょう。とりあえずイアンの初公式戦でしたから、ここまでしっかり勝ちに行きます。ミッドフィルダー本当にいい選手揃えた方がいいですね。2人交代予想力もなかなかのものです。ですね。チャージ力とか。まただ。今度は危なかった。ん？何？さあちょっと選手交代の関係ですよね。本当にドリルダー疲れてるな。サーブ変えましょう。いいパス。さあ。勝ち越し。なんとか1対1になる場面がありますので、右反りたりしましたが、ここで再度勝ち越し点です。さあ、その作用からさつきにチェンジです。見たようなシュートに見えました。勝てばいいんです。勝てばもっとさすがやな。おお、危なかった今の。さあこれでもう交代枠を全員使い切っております。もう1点追加点が欲しいところ。これはちょっと厳しいかな。チャージしに行っても良いような。危なかった。なんで出すんだ。こういうとこはいけないですね。本当出す行為が悪い点です。ああ危ないな。こういう一点一点が本当に大事です。追加点を取りに行く気持ちがないといけません。あーっとスルーしてしまった。相手ボールをスローインです。おお、なんだ俺、こちらボールをスローインか。ほとんど時間ないです。勝ちました。ここは諦めずに2歩がクルミにスルーパス、それをクルミがしっかり決めました。鬼、この気持ちが大事な選手で、やっと窓からいただけなかった。地獄
下がボールを外に出して相手にボールを渡しちゃダメです。急いでしまいます。今後半10分、うまかった、はい、少しキーパーの右に行きました。これが結果的に決勝点となります。これ危なかったな、妖怪の。同点追いつかれるかなと思いました。ほぼシュートを本数、ボール支配率を互角ですね。こうボールの支配率を上げていかないといけない。首位です。リマス大阪と勝ち点は並びます。では並び得失点差で首位ですね。キャピタル東京2点差をつけております。マナミ復帰、選手はいませんねと言っても、そこまで選手を増強する必要はもうないです。次回は筑波田川です。初めての強豪、無理ですね。しかも2勝1敗出てるんですね。武蔵野ホーネッツ、ポルティール浜松が勝っています。ということで、ちょっと危ないシーンがありましたが3連勝です。この勢いで筑波田川に勝っていきましょう。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。説明欄にブログ、ツイッターのアドレスございます。よろしければご覧いただければと思います。またカルチョビットアーの動画プレイリスト200本以上ございます。こちらは説明欄にアドレス記載してますので、ぜひご覧ください。ブックマークもできるようになっております。カークラブ育成シミュレーション、カルチョビットアーをお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。